ストレッチを医学に。ありがとうございます。今日もガチ検証でございます。お名前をどうぞ。斉藤です。ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、斉藤さんは一番自分が悪いところどこですか。左肩になります。左肩なんですね。五十肩、四十肩ってやつですね。はい。それいつから。今年の1月ぐらいに痛みを感じて、痛みを苦手なタイプなので、もともと明るいタイプなのになんかどんどん暗くなる。暗くなる。ネガティブになっちゃう。ネガティブになる。いろんな病院とかも入って。病院っていうのは整形外科とか整形外科も行ったし、うん、カイロプラクティック整体針も行きました。これといって打開策が見つからない。サイレントマニピュレーションっていうのもやったんですけど。なんてサイレントマニピュレーション、どういうものですか。麻酔をして、うん、先生が動かなくなった手をこうやって動かしたり、うん、こうやって後ろにやってくれたりとかして、まあ、パキパキパキって肩関節炎っていうんですか、それを剥がすみたいな、うん、それは麻酔してるから動きましたよね、うん、動きました。気持ち悪いぐらい体硬い人とかいるじゃないですか、はい、全然いかないっていう人を簡単にやらなくする方法っていうのは全身麻酔なんですよ。ぐにゃぐにゃ動きますよ、どんな人でも。でも起きたらまた硬くなりますよね。なるほど、はい、じゃあ麻酔ってどこに効いてますか。その時はこれだけ、まあ、だからそこの神経に効いてるから痛くなるんですね、はい、ですね、はい、麻酔が切れたら痛くなったじゃないですか。神経の麻酔が切れたからですよね。神経を柔らかくする方向に持っていかないとこれ治んないってことでありますね。なるほど。サイレントマニピュレーションというのをやったけども効果はなかったわけです。全くではないです。これぐらいだったのが曲げれるようになったって、はい、結局後ろはもう本当にケツ拭くのがやっとですね。背中はかけないですね。左手じゃ横向いていただいて手を上げましょうかね。なかなかの難敵来ましたね。これこっちもですね、曲がらないのこうですね。ご年齢聞いたらまずいですか。40、間もなく8です。間もなく8、はい、もうすぐ誕生日みたいなアピールですか。あ、そうですね。やかましい。まず原因はこれ、おお、右行きますよ、はい、痛くないでしょ。あ、はい、これなんですよ。痛いです。これあるんですよ。これ痛くないですか。痛気持ちいいぐらい。なんすかそのアイドリングみたいなリアクション。要はここの首のこの部分と腰のこの部分、ひん曲がってるんですよ。それでなってるんです、はい、一回立ってみて。こっちが下がってますね。こうなってるってことは首がこうなってるってことになります。そしたらこっちに負担かかりません。 この立ち方が良くないんだな。治療するのが第一段階、はい、予防治療するのが第二段階、うん、斉藤さんはちょっと大脚じゃないですか、はい、めちゃくちゃ大脚です。向こう見えます。膝下大脚なんですよ、うん、ここまではまあまあまっすぐなんですよ、はい、こっから空いてるんですよね、はい、内転筋力入んないんですよこれ多分。手を足で挟んでみてもらいます。挟まないです。もうなんか緩い感じですよ。女性はプライド的にどうだろうって。そば関係ない。分かんないじゃないですか。なんで自信なの。いや分かんない。手を開けます。1、2、3、4、5。はい、力抜きます。口開けて、あー、あー、はい、1、2、3、4、5。はい、力抜きます。あー、1、2、3、4、5。お仕事はずっと座ってるとか立ってるとか動いてるとか何ですか。事務職もしてるし立ち仕事もしてるし。1、2、3、4、5。はい、力抜きます。ラストです。口開けます。あー、1、2、3、4、5。 OK。 これ痛くないですか。痛気持ちいいぐらいです。今これの反対側が折るんです。そっちの方が痛いです。1、2、3、4、5。笑ってるじゃないですか。吸って、はい、吸って。どういうことですか。痛くて笑ってるって。これ痛すぎて、これね。1、2、3、4、5。吸って、1、2、3、4、5。はい、吸います。1、2、3、4、5。 OK です。はい、なんですかその肺炎。はい、すいません。はい、こっち頭で寝ましょう。はい、これじゃないですか。この痛くないですか。これ痛いです。1、2、3、4。夜は寝れるんですか。夜は寝てますけど途中で痛くなる。痛いと感じて起きて。これじゃないですか、ね、おー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 。嘘でしょ。なんですかそれ。おー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 、ネタですか。これ痛い。吸います。吐く。吸って終わります。おお、 OK。 普段運動とかしないんですか。すごいしたいんですけど今できない。痛いからできないのか。運動できるようになったらゴルフ。これじゃゴルフできないわね。あ、水泳。水泳はいいですね。さっきより良くないですか。何か楽です。背骨伸ばしてからいきますね。息吐いて鼻で吸って体後ろ。
息止めて、顎ひ息止めて、お腹膨らまして、へこまして、下ろしますよ。3、2、1、よいしょ、はい、上げます。おー、いいんじゃない、いいんじゃない。後ろはどうかな。おー、後ろでも、はい、初めよりはいいですよね、うん、完全ではないんですけど、うん、場所はピンポイントで分かりました、うん、こことここがこうねじれてるんですよ、うん、その2つを直すことが重要なので、背骨のから曲がってるんですよ、うん、この腰の痛みも取りながら取っていく、うん、っていうのが治療。次は O脚なんで、うん、足の重心が内側にないんですよ、うん、外側にしかないんですよ。もっと中に重心を置くという立ち方を自分でやっていく、うん、足首ってこうねじれるんですよ、うん、背伸びして親指もついてゆっくり降りていいですよ。ちょっと中に入るでしょ、ピッてなってます。これで立つような癖をつけていくと、うん、重心が真ん中に寄ってくるので腰に負担が減っていって予防策になるっていうことなんですね、うん、緊張が強いので繰り返してやっていって、首と腰、うん、この2箇所を少しずつ柔らかくなっていくと手上がる、うん、手応え感じると思いますね。このところがいつもずっとこんな感じの気持ちがフュッてフラットな、初めてですかもしれない、この最近で本痛がずっとなった、なんかお風呂に入ってる感じぐらい。お風呂に入ってる？あのお風呂で、これリラックスってことね。はい、そうですそうです。もう場所の特定なんですよ、結局治療の第一歩って。神経って脳から始まってブワーッとつながってってるんで、うん、痛みがここに出ても元がここだったりするんですよ、うん、いろんな治療あったと思うんですけど、ストライクゾーンにはまってなかった、やってる最中はどうでした？お腹とかは死ぬほど痛かったですけど、もう今のこの快適が得られるなら、うちに来る痛い痛いって騒ぐ人はその場だけなんですよ。痛いのすぐ忘れるんですよ、人間って。気分のいい状態っていうのが続くので、はい、この時間の方が長いじゃないですか。楽な方がいいんで、また行こうって言っていらっしゃって、治療の回数が増えていって、うん、治っていく。治療定期的に1週間に1回ぐらいになればそんなの戻ってこない。再発の原因の1位に争うのが寝姿勢なんですよ。寝起きにおかしくなってる人って大体枕が布団です。寝起き一番痛いです。それを何回も何回も繰り返しちゃうと治らなくなってくるので、うん、7日間ぐらいでもう1回来て元に戻す、はい、それを繰り返していくと、どん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 治癒の方が先行してきますよね、うん、分かりました。今回も大成功ということで、はい、おめでとうございました。拍手。ストレッチを医学にの金子と斉藤です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すごく今本当に快適です。こんなに快適なのはすごいぶりです。全く何も感じないです。いいですね。続いていくと体温が上がっていくと、さらに神経の緊張が取れてくるんですよ。そうですね、はい、で後ろ向いてもらって、うん、痛いでしょ。これはこっちまで来てなかったから、こういうの繰り返していくと治っていくので、うん、まあ、先行きが明るいということです。はい、はい、ありがとうございます。金子さんのストレッチって本当に効くのかよ。いやいや、俺は整形外科行ったって、柔道整復師にやったってダメだったんだよって言ってるところのあなた、金子だらしのストレッチにぜひ挑戦してみて。挑戦者は大丈夫。シリーズストレッチトレーナースタッフ募集のお知らせです。学びながら仕事がしたい、そんな熱意のある方、金子忠と一緒に仕事をしましょう。エントリーは概要欄から。